クリス・シェリダンは、ポーランド・アメリカの歌手、音楽家、俳優、旅行家、客室乗務員。1987年、ポーランド人女性とアメリカ人男性の息子として、ビエル・スコギャーワに生まれる。ドイツ国籍も保有。幼児期及び青年期を、ポーランド、アメリカ、ドイツ、スペインで過ごす。ミュンヘン、マドリード、ニューヨークにて勉学を収める。 ニューヨークのリー・ストラスバーグ劇場研究所に入所、モデルとしても活動する。学生時代からすでに、ミュンヘンやマドリードの RTL グループ、プロジーベンザ・トイメディア、テレビシオン・エスパニョーラ、ルフォ・ラジオ・バイエルンウェなどと協力関係を築く。2016年秋、ファーストアルバムの収録を終了、レギオレコードとレーベル契約を結ぶ。2017年3月、 マルチン・キンドラと共同制作したデビューシングルハッピーを発表。二人のミュージシャンはシェリダンが客室乗務員をしていた機内で知り合った。デビューアルバムに収められることになったシングル曲は地方ラジオ局においてヒットチャート1位に輝いた。シングルのミュージックアルバムの撮影はノルウェーで行われ、国際放送局であるビバテレビ及び MTV から配信された。 2017年7月6日 TVP ポロニアにおいてアメリカ合衆国大統領ドナルド・トランプに歓迎の歌を歌う。2018年3月2枚目のシングルであり発売後わずか3週間にしてポーランドゴールドディスク賞獲得レベルに達しポーランドのラジオ局におけるヒットチャート1位に輝いたアイドントワナセグッパイを発表。公式ミュージックビデオは ワルシャワ郊外で撮影され、制作監督には、ピオトルス・モレンスキ、モデルであり、ミス・ポロニア2017のファイナリストでもあるアガタ、ボロビアク、およびダンスグループとして、アウグスティ・ニ・エグロラが起用された。現在シェリー団は、ポーランド・アメリカ半圏の CD リリースに取り組み中。アメリカ、スウェーデン、フランス、オランダなどの世界的なプロデューサーや、 伝説的な存在であるセディーヌ・ディオニア、シンディローパーに曲を提供したロサンジェルスのアランロイスコットなど共に創作活動を行っている。ありがとうございます。